アルトワークス DIY プラリペア試してみた。樹脂パーツ折れること DIY してたらたまにありますよね。私はしょっちゅうあります。半年前ボンネットダンパーつけるときに力を入れすぎて引っ張ったらライトがポキッぶち折ってしまいました。あっちゃーです。こん時はテンションだだ下がりでした。ライトの部品って高いやろな。これは1万2万そりゃすまんぞこれ。まあ仕方ない、そのまま放置しました。車のパーツ樹脂にはどうかなと思いながら形成できないかお試しでプラリペア。仕上がりは後半ご期待ください。黒色の粉がプラスチックの粉か何かがついています。ごまかしで盾みたいにできないか。液体と粉を混ぜてペタペタ塗り塗りしていく商品です。落ちました。失敗はつきもの、人生失敗はつきもの。なかなか難しい。粉の中に液体を 2,3 滴落とすとこういう線香花火の玉みたいなのが、火玉ですかね、こういうのができますんで、この特殊な針を使ってツンツンしていきます。この特殊な針は上の方に穴が開いているので、そこから液体が針を伝って針の先端に行くような構造になっていて、とってもよく考えられた商品だと思います。なかなか綺麗に形を作るのは難しいです。どんどん穴の隙間、割れの隙間に持っていきます。こういう場合ってライト、フロントバンパー外して裏側もしっかりと塗り塗りしないと強度は出ないかもしれませんね。今回は割れを隠したい、補修できないかお試しでということでやってみました。玉を作るのはまあまあ上手くなってきました。たこ焼き回してるみたいですね。強度は求めていません。折れたら補修って困りますよね。液体ぶっかけました。ちょっと固まってきました。1回目仕上がりはあちゃーな感じになりました。ということでもりもり盛り付けました。もうどうにも止まらない。このまま勢いのままで持っていこう。そうだ、魚屋さんみたいにツルツルにしたら自然に見えるんじゃないか。もう後戻りできません。ここまで塗ったらできるだけ上刃をまっすぐに。これ後で取れるんやろうか、いや大変やと思うとか言いながら削れるんやろうか。ツルツルにしないとやばいということで、事故車みたいに仕上がってしまいましたよ。ということで大げさですが、電動の研磨機で天刃はみ出したところをツルツルにしてみたいと思います。うまいこと削れるでしょうかね。準備完了。まるで歯医者さんみたいですね。この音、キーンって嫌な音感じる人もいるかもしれません。イヤホンご注意ください。もう後戻りできない。ペーパーヤスリで研磨します。空気穴、粉を振りかけて指で埋めます。そして液体をかけてまた接着します。こういうやり方もマシマシ補修できるみたいですね。元からこういう形だったと錯覚します。ペーパーで
ボルトの塗装が取れたので、さりげなくタッチアップ、そしてホコリをエアーで清掃して、仕上がりは期待通りです。カチカチに固まりました。遠目で見たらもともとこんな形、こんな形だったような気がする。ワクワクレーシン、フラリペア試してみました。てんこ盛りは真似しないでくださいね。とにかく何でもやってみる、ワクレーシン、やらないよりはマシだと思います。今回はプラリペア結構カチカチになりました。次回はドア内張りの割れ、違う温度試してみたいと思います。よければチャンネル登録をよろしくー。